今回の動画は、小ネタのような感じで、ご覧ください。ということで、暴露その FX ブロガーって本当に実在しますかということなんですけども、まあ FX ブロガーに限らずですね、ゴーストライターが書いているブログは数多くあるのではないかと私は思ってるんですよ。はい。で、まあアイコンですよね、プロフィールのアイコン、まあイラストであったりとか、なんか写真なのか合成した画像なのかよくわからないけど人っぽくない。で、声はなし。つまり動画とかはないんですよ。私のように YouTube やってるとかっていうことない。で、セミナーやイベントに出演もない。つまり姿を見たこともなく、そして声を誰も聞いたことがない。ね？その人って存在するのっていうことなんですよ。で、なお言いますとですね、設定はね、やたら緩いキャラクターっていう設定になってるんですよ。なんかもうど素人です。でも、儲けましたとか、例えばね。そういう人なのに、ブログに書いてる解説がね、やたらとプロっぽいんですよね、なんか。みたいな。本当に、いや、私ももう投資始めて10年以上経つんですけども、それでもここまで難しい文章書けるかなと。もともと証券会社上がりの人じゃないとこんな書けないなと思うんですよ。で、一時期ね、私本当ね、ネカマ？はい、自分とまた別で女性のキャラクターで、こういうブログやろうかなって思ったこともあったんですよ。なぜかというと、一時期ね、某、ブログサービスで人気があったブロガーさんが、明日の日経平均が、もしも上がったら、ほにゃららを公開しますと。なんとか画像ですね。いやもうそんなんやられたら絶対そっちの方が人気出るやんっていうのが多くって、あとですね、投資ってやっぱやられてる方、男性が多いと思うんですよ。私の感覚で言うと8割から9割ぐらいが男性かなと。それなぜそう思うかというと、やっぱセミナーなんかで、私お話しさせてもらったことあるんですけども、会場に来られてる方っていうのは、やっぱ8割9割男性なので。ということはですよ、やっぱり女性から話聞きたいなっていう人多いじゃないですか。なぜかというと私もそうだから。ね、私がもしも何かを教えてもらうとしたら、女性に教えてもらいたいんで。ということはですね、まあキャラクター女性にして、しかも緩くて、そういうキャラクターにしておけば、まあ人気が出るかなと。でね、思うんですけども、まあこういうことをやったとして法的に問題ないんですか？なんですよね。はい。まあ、誰がとか、そういうことは今回もちろん言いませんけども、本当にね、多いんですよ。なんか、この画像自体もどっから引っ張ってきたんだと。ネットで拾ってきた画像を自分のアイコンにしてるんじゃないかっていう人がいたりとか。で、まあね、事情として、はい。まあ嘘とか本当じゃなくて本当にいると。その方は本当に存在するんですけども、ね、まあ顔は出せない。ね、あと声も出せない。名前を出せない。つまり特定されると困るとかね。あるいは本業が別にあって、会社にバレると困る。あるいは主婦の方で、その、なんちゅう、顔とか名前出して、バレたら困るとかね。はい、まあいろんな事情があると思うんですけども、このこと、これは本当のこと。本当なんだけど出せないっていうことと、そもそも実在しない架空のキャラクターを作り上げて、ね、それを別の人が書くっていうのは、これ本当に無責任かつ嘘の塊だなと思うんですよ。はい。なのでですね、まあ、こういったことをやってるブログに書かれていることが真実なのかどうか、そういったところをちょっとね、疑った目で見ていただきたいなと思いました。まあ、私に関して言えば、もちろん顔も出してますし、こうやって声も出してますし、動画もやってるんで、責任持ってお話ししてるんですよ。なので、逆に言うと、実在しない架空のキャラクターだと、責任なんか持たなくていいですからね。自分じゃないんで、そもそもいないんで。ということを今回ちょっとお伝えしたいので、小ネタ動画を上げさせていただきました。はい、これ以外にも FX バイナルオプションシステムトレードなど、投資に関するいろんな情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。